生活保護を取ると治療費タダです。だそのお金のない人から生活保護っていうのは生活最低限のお金だけを渡すっていう仕組みなので病院の肥料を払ったら生活最低限のお金もな減ってしまう例えば生活最低限が家賃も払って12万円ですっていうなんか東京都渋谷区とかの場合だとそこで治療費で2万円取ったらもう2万円生活足りないじゃんと。 なので、貯金できないギリギリの額を出そうっていうのが生活保護なので、治療費はタダになるっていう、そういう仕組みなんですよね。なので、まあ僕はベーシックインカムの方がいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、一応日本はそういう制度なので、まあ仕方ねえんじゃないかなと思います。はい。なんか、その昔はあの年収1000万円以上の人を名前出すっていう制度があって、で、それがまあ泥棒が入るから良くないよね、みたいななくなっちゃったんですけど、 ただ一応その長者番付に乗るというのがある種の名誉ではあったのでそこでなんかさすがだよねと褒められるっていう部分もあったと思うんですよね。で僕その長者番付がなくなる前に面白そうだから長者番付に乗ったことがあるんですけどなんかすげえうさんくせえオークションのなんかあのカタログとか送られてくるんですよ。<laughs> あのその僕その,その頃20代だったんですけどあの絶対そんなん興味ないよねみたいな着物とか反物とか壺とかのなんかオークションのカタログとか。その 金持ちで住所はここだぞって書いてあるからもう多分絨毯番組に送ってくると思うんですけどっていうのが来るからまあそれはそれで面白いなと思ったんですけどまあそういう感じで DM がいっぱい来るから嫌だっていう人もいると思うんですよねユニセフがねすげえいっぱい送ってくるんですよ。ボツとかなんかねすげえんですよ定期的に来るんですよユニセフが。いやいや知ってるお前ユニセフ知ってるしっていうんですけどっていう感じです。というわけでお疲れ様でした。えー